こやぎチャンネル、らっしゃい。はい、どうも、毎度こやぎです。えりです。本日はですね、お詫びというタイトルなんですけども、まあもう本当にそのままお詫びなんですけども、まず一つね、言えることは、コメント欄なんですけども、こやぎのコメント欄にですね、なかなかコメントがつかなくてですね、まあずっとなんでだろうなと、まあコメントが本当に一件もつかなくて、一件ぐらいついてもいいのになと思ってたら、実はコメントが承認制になってて、まあかなりコメントが溜まってたんですよね。で、まあなぜそうなったのかっていうと、まあだいぶ前にね、随分嵐の方とかいらっしゃって、まあコメントを即表示、まあ、できないように、こっちが承認してからコメントが反映されるように設定したのが、もう9ヶ月も前で、9ヶ月前からコメントが、まあ、溜まってたわけなんですよね。で、まあね、今更ね、9ヶ月前のコメントに返信するのも、まあおかしいですし、ただその9ヶ月前ぐらいのね、コメントで、例えば同盟に入れてほしいだとか、まあ、ここはこうなんですか、ああなんですかとか、こう質問とかがね、あって、それをまあ、まあ形上、その、古虫というかね、こっちがもう、無視してるような状態になってたんで、まあ本当はそうではなくて、もうコメント自体に気づけてなかったと。で、それがまあ9ヶ月分溜まってたと、もう本当にまあ申し訳ないなと思うんですけれども、過去のコメントはね、もう全て反映させまして、まあめちゃくちゃなこと書いてるものはね、さすがに消したんですけども、やっぱりね、そういう方もいらっしゃるんで、まあ承認制のコメントは、今設定そのままなんですけども、もう皆さんね、安心してコメント書いていただいたら、まあ1日以内にはさすがに反映されるかなと、しっかり毎日チェックさせていただいてますので、まだまだね、こやぎが無名っていうことでね、コメント欄も稼働少ないとは思いますけども、今まで全くゼロだったのはちょっとこやぎの手違いというかミスだったので、本当に申し訳ないなと。それに対しての返信もできてなかったっていうのも本当に申し訳ないなと思います。わざわざコメントね、いただいた方、本当に申し訳ございません。同じ方から何回もコメントいただいたりもしてたみたいなんで、本当に申し訳ないなと思っております。そしてですね、もう一点、こやぎですね、大阪住みでですね、本業は飲食店オーナーをやっております。で、こういう時代なんでね、まあ、コロナウイルスの影響でお店をね、4月から休業してたんですけども、6月1日で、まあ、復帰はしようかなと。で、今日ね、大阪の緊急事態宣言解けたんですけども、まあ、もう正直形だけの緊急事態宣言解除なんで、まあ一般の方にはね、出歩くなと、不要不急な外出はするなと言っておきながら、飲食店は解除ですよと。まあ、ただ、まあ、もうね、うちももう仕事しないと話にならないので、まあ、徐々に仕事を始めていくと、その前準備とかもあって、かなり忙しいと今。で、まあ、このご時世なんで、テイクアウトだとか、出前、そういうものも始めていくとは、まあ、もう新しい事業を一個立ち上げるような感覚なんですよね、それって。なので、まあ、かなり手が空いてないというか、今日もですね、実際ゲームまだ、1分もできてないんですよね。午後のもう6時39分。ゲームを1回もやってません。バウンティーラッシュも1回もやってないし、あつ森も全然もう今日開いてもないんですよ。っていう状況なんで、もう動画の更新はおろか、ゲーム自体ちょっと本当はやる時間がなくて、ただその時間は、まあまあ別にね、YouTube とか関係なくても自分で作っていくんですけども、なかなかね、またちょっと更新頻度がぐっと落ちるかなと。まあただ、まあ、動画の更新の数が少なければ少ないほど、飲食店の準備とか大変なんかなって思っといていただければ幸いです。というわけでですね、別に引退するとか何でもなくて、これからも変わらず動画上げていくんですけども、頻度がこう
グッと下がるのと、もともとそんな高い質じゃないものがちょっとだけ質また落ちるかなと、そういうこともね、全然コメント欄で言っていただければ回転どんどんしていきますので、今ねモンスターズジョン TV のジョンさんがねバウンティーラッシュ会に参戦ということでね、もうリアルウルージことジョンさんね、バウンティーラッシュでね、新キャラもうね、もう皆さんネタバレしてると思いますけど、ウルージが来るんでね、それもね、またやっぱ動画として撮りたいですし、今のところ全キャラコンプしてるんでね、ウルージもゲットしないとと思ってますので、引き続き温かいご声援のほどよろしくお願いいたします。というわけで本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。小柳でした。バイバイ。